はい、皆さんこんにちは、まゆです。ということで今回は、まあ前回紹介しきれなかった、まあ、皆さんの収益でいただいた撮影で使うもの紹介なんですけど、今回はまあコスプレ衣装みたいな感じで、まあ、TikTok でもちょっとこれ使って撮れればなと思って買った商品があるので紹介したいと思います。それがこちら、待ってちょっと待って、短すぎねえか、まあ、スカートとワイシャツ、なんかコスプレらしいんだよね。すごい本格的にネクタイもついてんじゃん。ネクタイ私しばらくネクタイとか置いてなかったけど、できるかな。え、短くね、ネクタイ、ちょっと待って、めっちゃ短くない、ネクタイ。え、なんかこれちゃんと結ぶやつだよね。高校時代を思い出す。高校時代男子のブレザーだったからね。あ、こんな感じか。まあいいや、ちょっと着てみるか着てみますか。よっしゃ、着てみよう。これちょっとマジで恥ずかしいんだけどマジで恥ずいんだけど、ちょっと待って、こんな自分で買った買い物だけど、こんなんだと思わなかった。ちょっとやだな、やだなとか言って、あ、どうに映ってんの、大丈夫かな。ちょいこれに、こういうこと、こういうことでいいの？あ、こういうことだよね。で、緩くしとこう。え？似合ってる？全然似合わないじゃん。こんなんだよね。似合ってる？腰が緩いんだけど、え、めっちゃ緩い。これが緩いんだけどさ、この緩さとこの緩さとこの
丈の比例が全然合ってない。似合ってる？え、似合ってなくね？いや、もっとさ、私チャラくなんないとダメだね、これ。私がチャラくなんないとダメだわ。似合ってない、こんな感じです。ダメだね。まあ、なんかで使うよ、なんかで使う。ということで、サムネ撮ります。テンドリカ使いたいと思いますってことで。もし似合ってたらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。チャンネルメンバーシップにも入っていただけるととても嬉しいです。ってことで、チャンネルメンバーシップにも入ってね、生放送にも遊びに来てね。じゃあね。恥ずかしい。愛の歌歌わせてくれ。